ときめきたい。どうしたの、さつき、急に。だってさ、もうすぐクリスマスだし、その後は修学旅行もあるでしょ。青春したい、ときめきたい。ときめきって、要は彼氏欲しいの？まあ、そうなるかな。さつきの好みのタイプはどんな感じなの？そうだな、歳は同じがいいな。あと運動神経良くて、背は私より高くて、炭酸飲料と初夏が似合って、髪は短めで、人懐っこくて男女どっちにも人気で、学校の球技大会ではみんなの注目の的。うん、分かった、戻ってきて。いや、言い出すと止まんないわ。女子ってこの手の話盛り上がるよな。挨拶はご機嫌ようでね。紅茶を入れるのが上手だったらいいわ。背は高い方が素敵ね。普段は老眼鏡をかけていないんだけど、かけているところを目撃されると、いや、お恥ずかしいって照れかし。オッケー、ルーちゃんも分かった。いちかのタイプは？普通の人かな。へえ、ざっくりすぎ。もっと具体的に。背は高くなくて、勉強も運動もそこそこで良くて、年は同じか年下。髪の色は明るくなくて、自分からぐいぐいアプローチしてこない人で、あと口数少なめな人かな。へえ。何理由？別に今言った特徴と正反対の人は知り合いにいるからさ。そうなんだ。今いちかが言ったタイプって、なんかさ、タマルと特徴ぴったりじゃない？もしかしていちか、タマルくんのこと？いやいや、偶然当てはまっただけでしょ。タマルくんに聞こえちゃうって。大丈夫、寝てるみたいだし。いやいやいや、この話終わり。それよりリオは理想のタイプ？力士。パワーあるし、なんか包容力もありそうじゃない？まあそうだけど。意外すぎてびっくりしちゃったよ。吸収場所とかも私チェックしてるんだからね。うん、問題ない。明日の会議の資料に追加しておいてくれる？どうした、顔になんかついてる？え、ああ、いえ、なんでもありません。追加資料ですね。うん。最近課長代理の雰囲気変わったと思わない？なんかトゲがなくなった。